日本に住んでいた外国人、もしくは帰った外国人、これ韓国人のみではないんですよ。私いろんな外国人の友達とかもいつも気にしているのがこの白血球数ですね。なぜこれを気にしているかというと、7年前3月11日東日本大震災が起きましたね。留学生 TV。 はい、皆さんこんにちは、留学生ジンです。会社に勤めると必ず1年1回受けるものがありますよね。それは健康検診ですね。で、今年も健康検診行ってきたんですよ。これ会社員だったら誰もが多分受けるものだと思いますね。健康診断ですね。で、特に、問題なくてですね、韓国でも別に病気があったわけでもなくて、いつも問題なく判定が出ていました。で、最近ね、お酒を飲んだりとか、ちょっと太りすぎたりとかしてて、2年前とか3年前とかは、少しね、肝臓が悪くなったとかっていう結果にもなったりしましたよね。で、多分私、個人的な感想だと、韓国に比べると日本の方が若干厳しめで見られるんじゃないかなというふうに思っています。なので特に問題ないとは思うんだけど、少しだけ数値が変わったりすると判定がね、 A から B に落ちたりとかねっていうことがあるんじゃないかなと思いますね。で、健康診断結果が出てちょっと確認をしてみましたけども、今年ね、面白い結果、ちょっと衝撃的な結果になりました。まず見てみましょう。こんなにいっぱい書いてあるけどね、皆さんこれ見ると分かると思うんだけど、体重がね減ってるのよ。で、たまたまかもしれないんですけど、健康診断する時だけ結構体重が落ちたりとかしてて、これね、かなり3年前とかは結構太りましたよね。72キロとか3キロとかでしたね。あとお腹ね、ギリギリね80超えないぐらいですよね。俺韓国にいる時はもっと細かったけど、日本に来てはだいたいこれでも固まってるんじゃないかなと。やっぱりベストフレンドがいると、こうビールっ腹がね、友達が腹の中に潜んでいるので、これは仕方ないのかな。可愛いからいいんでしょうみたいな、わかんないけど。はい、それ他には特に問題はない。コレステロールが若干高かったりとか、血圧が少し上がったりとかあるけど、でもこれは許容範囲少し過ぎてることなので、特に問題ないのかなと思います。で、これ私医者さんじゃないので、個人判断なんですよ。ただ注意が必要だねっていうぐらい。A 判定ではないので、もちろん注意は必要なんですけど、他のものに比べたらそこまで注意しなくてもいいよっていうレベルで、全く注意しなくていいよっていう意味ではないので、皆さん誤解しないでね。そう、これだ、今年は特に問題なかったんですよ、この ZTT っていうやつが。これ去年やばかったんだけど、今年は特に問題ないっていうことなのね。これ多分ストレスとか脂肪とか、コレステロールとかなんか影響するらしいんですけど、ああよかった、これ多分テニスやってるからじゃないかなと思うのね。で、今年テニス始めてて、かなり運動量も増えましたし、あと楽しくやってるので、代謝ケア、これいいね。これ見ると嬉しいですよね。今特に問題ないよっていうことなんですよね。ずっと AAA なので。で、ここでね、私結局総合所見っていうのが今月、今年 ABCDE の中で E なんですよ。すごい衝撃。私何が起きたのか、いろいろ見たんだよね。結構 A とか多いのに、なんでだろうと思ったら、私目を伺うような結果に出ている項目がありまして、よく見ると血液一般という項目ですね。その中でも特に何が問題だろうと思ったんですけど、1項だけアスタリスクがついているところ、注意が必要っていうところにアスタリスクがつくんですけども、この項目をよく見るとね、なんと白血球数が異常だということですね。どのぐらい異常かというと、通常の2倍3倍ぐらい上回る数値となっています。白血球と言いますと、日本に住んでいた外国人、もしくは帰った外国人、これ韓国人のみではないんですよ。私いろんな外国人の友達とかもいつも気にしているのがこの白血球数ですね。なぜこれを気にしているかというと、7年前3月11日東日本大震災が起きましたね。
その影響で福島にある原子力発電所に問題が起きて放射線の量が非常に高くなったというニュース、まあ、メディアとかでざわついていたんですね。それであの放射線の問題で、まあ、被爆になると白血球数が異常になるというニュースとか、まあ、医者からのインタビューとかもたくさん出ていたので、外国人は特にこういったところを気にして、もう自分の国に帰ったりとか、あと他の人にもそういう話をしたりとかっていう結果、人が多かったと思うんですよ。で、私いろいろ調べてみたんですけども、まずこの結果について本当に私留学生ジンは日本で今10年住み続けたことによって白血球数に問題が起きたのかなんですよね。で、これまあ半分強制でね、自分臨床実験になったわけですから、外国人の方特に気になっているんじゃないかなと思います。で、この結果について私が話したいと思いますね。まず白血球数異常になった理由ですね。これ本当におかしかったので担当の医者さんに電話をしてみました。で、その医者さんが話した内容ですね。私最近風邪で風邪薬飲んだりしてましたよね。で、健康診断当日も担当の医者さんにその話をしたら、血液検査をした時に白血球数が非常に増えると予想されますよと言われました。で、今回も電話をして聞いてみたら、そこら辺は特に問題ないという話でしたね。なぜかっていうと、風邪っていうのは、自分も辛いんですけど、体の中でもね、いろんな炎症を起こします。で、風邪だけじゃなくて喉とかね、いろいろあったんじゃないですか。で、風邪もそうなんですけど、ストレスも原因の一つだそうです。それで炎症を起こることによって体の中の白血球数が、バイ菌と戦うためにその数が増えるわけですね。それでこのように増えたようになったということです。そしてもしかして被爆をされた人だと白血球数は減るっていうのが一般的だそうです。被爆の結果として、悪影響ですね、白血病になっている人は白血球数は少ないから起きる病気ですね。なのでこれは全く問題はないと思います。私日本に来て10年住んでいて、本当にね、そういった地震の影響で被爆を受けたのかどうかっていうのは正直専門家じゃないのではっきりは言えないんですけども、そして正しくないかもしれません。もちろん影響あるかもしれないんですけども、だったら日本の中の日本人も結構海外に移住してる人も多いと思うんですよ。でもそういうことはあんまり聞いたこともないし、私の周りに誰もいないんですよね。結局その被爆を気にしてる人、日本に行ったら危ないんじゃないのっていう人は日本に来たこともなければ、日本でだいたいね長く住み続けられなくて帰った人がそういうふうに言ってるんですよ。日本に長く住んでる人、そして日本人、そして観光の中でも放射能の専門医者さんとかはそういうふうに言わないんですよね。そういう話から見ても日本にいるだけで本当にこう被爆で被害を受けるんじゃないのっていうことは正しくないと私は思います。このようにただのニュースだけを信じて自分の考え方と視野を狭くすることがよく起きるんですけども、それによって自分がもっと成長できるチャンスを見逃したり、間違ってる情報なのに他の人にもそれを教えてしまうっていう落ち度を起こすことはないかなと、一回ずつは考えた方がいいんじゃないかと思いますね。私よく風邪ひくので白血球数がこのぐらい増加したのも初めてだし、少し驚きましたけども、でも医者さんが特に問題ないよということですし、その人は私より専門家なので、信じるしかないんじゃないですか。自分が信じたいものだけを信じたり、本当の事実を知らないまんま生き続けるのも、個人で、自分のスタイルだったらそれがいいかもしれないですけど、それを相手に押し付けるっていうことで お互いにね、ちょっと仲悪くしたりとか、悪い影響を少し口喧嘩になったりとかっていうのもありますので、まずね自分の経験から判断して様々な考え方をね自分が吸い上げることも大事だと思います。それにしてももっと痩せないと。私は日本に来て10年何も問題なく元気で過ごしています。もしね将来、10年後20年後私に何か起きるかもしれないし、何も起きないかもしれないですよね。ただそれをただニュースだけを見て今日は今日ですし、私は私の経験に踏まえてね判断をしているわけですから、今日を大事にして過ごしていきたいと思います。今日は以上となります。また新しい動画でお会いできればと思います。もし健康診断受けてない方、1年1回ずつは受けてくださいね。それでは
アンニョン。バイ。ありがとうございます。こちらの動画も見ていただければと思います。そしてチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録をした後にですね、アラームの設定を知っておけば、私がアップする動画をこの携帯で見ることができますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ。